こんばんは皆さん。ありがとうございます。来てくれて。急遽だったんですが、配信したいと思います。ございます。ぜひこの配信をツイッターで拡散してください。お願いします。あ、喉乾いた。こんばんは。リハお疲れ様ってありがとうございます。ニコニコさん、はい、今日もリハでした。でこの後ちょっとすぐにまた練習があって家を出てしまうので、6時半までに、したいと思います。そう、ちょっと急いで帰ってきましたが、またすぐに家を出ます。両夫完売おめでとう。しまちんさんありがとうございます。そうなんです、7月22日私たち初のワンマンライブがあるんですが、そちら昼夜なんと完売いたしました。ありがとうございます。はい、そしてですね、もっとねたくさんの方に見ていただきたいということで、スタッフさんとね、話して記載席を開放することになりました。そして一部なんですが、その分席が残っておりますので、先着順で、はい、残り少ないですが、ぜひ皆さんお待ちしてます。はい、今日はちょっとね半までっていう短い時間なんですが、もぐもぐタイムをしたいと思います。もうねすっごいお腹空いてるんです今。はあ、もうねリハが結構激しいので動くので消費量がすごいんです。ちかちゃん月曜日ライブ、そうです、月曜日22日、うん、昼15時から夜19時からの公演となっております。はい、毎日ねリハーサル頑張ってます。しまちんさんのハートありがとうございます。水分もちゃんと取ってるって、キムキムさんありがとうございます。取ってますよ。私本当に飲まないんですよ水分。だけど今日1日でこんなに飲んでるんです。これ何ミリリットル、600ミリリットルで多分今日1日でこれ飲むので、私にしては600ミリリットル飲むってすごい量なんですよ。毎日ちゃんとペットボトル1本は飲むようにしてます。しまちんさんハート4個ありがとうございます。すみちゃんビスティかな、トップスかわいい、お、ありがとう。そう、これねジャンスカなんですよ。つながっててワンピースみたいな感じになってるんですけど、またインスタ載せますね。それだけって少ないかな。1日2リットル飲まないとダメらしいよ。2リットル飲んだらもうお腹パンパンになっちゃう。そうだ、そう、もぐもぐタイムしたいと思います。今日はちょっとほんと時間がないので申し訳ないんですが、もぐもぐタイムしたいと思います。では何をもぐもぐするでしょうか。クイズ用意スタート。北岡さん、水たくさん飲むと美容にいいって聞くね。そう、お水ねいっぱい飲むと肌の調子もすごいいいんです。しまちんさんかわいい、ありがとうございます。
みたらし団子、いきなりステーキ、いきなりステーキは無理だ。さすがに静岡で買ってきました昨日。新吉さん50カウントありがとうございます。ちかちゃんミュージックパーク出るんでしょう。そう出ます。来週はイベントがたくさんあります。ファンチャンス静岡のお土産アイテム、そう難しいかな。しもちんさん、ジュリンちゃんたち爽やかに行ってたね。そう静岡行ってて爽やか、初爽やか美味しかったって言ってました。ヒントはデザートです。デザートこれなんだろうな、私もなんかよく分かってないんだけど。デザート、水っていうボケは全部スルーのひらり。あ、水って何を食べるかってことか。それの水だったの。何をたくさん飲むといいみたいな話かと思った。あ、ガイアさんゼリーって正解。意外とあっさり正解、おめでとうございます。はい、今日のもぐもぐアイテムはこちらです。じゃん、月ヶ瀬、なんて月ヶ瀬のなんて読むんだろう、これ読めない、夏なんて読むんだろう。でもゼリーです。これは柑橘系、なんかみかんみたいな、オレンジみたいな入ってて、読めないけど、なんて夏柑オレンジみたいな、みかんみたいなやつですね。これは食べたいと思います。もうめちゃくちゃお腹が空いてます私は。見て、こんなにちっちゃいスプーンがついてる。こんなちっちゃいスプーンが入ってました。食べにくいので違うスプーンで食べます。お高そうなゼリー、これね、割としたかな。お値段はね、329円、割とお高値かな、ゼリーにしては。ちかちゃん、ブルーベリーとかプルーンとかいいらしいよ。おー、ブルーベリーもね、いいって聞くよね。え、待って、開かないんだけど。え？あ、開いた開いた。うん、夕食それだけって食べるよ、他にも。とりあえずおやつですね今日の。いただきます。あ、お腹すいた。ちゃんとこれは冷やしておきました。もうね、果汁 100% なのか分かんないけど、もうめっちゃみかんって感じ。みかんのね、風味が口に広がります。これは、うんうんうん、これ夏にいいですよね、さっぱりする。お肉にゃさん、写真集買ってハイタッチも行くよ。うん、合ってます、ありがとうございます。ちかちゃん、朝雨だって東京。てか最近雨多いですよね、本当に嫌な気持ちになっちゃうけどね。しまちんさん、うま、ありがとうございます。
ガヤさん、当たった僕にプレゼントとしてゴジャンポーズを。つぶつぶ入ってるって社員さん。つぶつぶ入ってないけど、あの果肉、あの本物のやつ、なんていうの、実が入ってます。これわかるかな、ちょっとわかんないかな。実がね入ってるんです。めっちゃさっぱりする、いいですねこれは。みかんとはちょっと違うかも。なんかちょっともっと爽やかな感じがする、みかんより。そうそう、果肉がゴロッと入っております。来週台風が過ぎたら梅雨明けらしいよ。てかワンマンライブに台風来ないでほしいね。どうなんだろうね、ワンマンライブの日、心配だな。晴れるといいですね。ちまーさん、ハートやっこありがとうございます。うん、おいしい。皆さんは今日お仕事ですか？うん。なんか今日結構ジマジマしてて、めちゃくちゃ暑いですよね。雨降ってたのにめちゃくちゃ暑いみたいな、嫌な感じの天気ですね。仕事中ってお疲れ様です。 B&MK さん、北岡さんも仕事早く終わったから今帰宅です。お疲れ様です。いやもうね、汗と湿気でもう髪の毛がすごいことになってるんです。もうね、下ろしてたら広がっちゃうし、ボサボサになるし、本当に大変です。浜野さん、仕事終わって出しで帰ってきました。間に合ったよって、お疲れ様です。うん、オンライブの日は曇りの予報だけど、梅雨明けはもう少し後みたい。そっか、どうかさん、梅雨明け早くしてほしいね。夏休みだし、もうそろそろね。キムチーさん、ひーちゃんがワンマンライブカウントダウン動画に出るのは前日かなって。お、いつでしょうか、楽しみにしていてください。コニコさん、ショートカットひらりちゃんとか見てみたい。どうかな。3年前ぐらいにバッサリショートにしたんですけど、これぐらい。でもね、あんまり似合わなかったんですよね。それからもうずっと伸ばしてて。パイブミン、ありがとうございます。コミさん、田岡さんもあと5分ありがとうございます。うん、そう、昔はね一時期短かったんですけど、そうだね。でも夏とかはさ、短くしたいですよね。短くしてみたい。ちょっとね、勇気はないです、短くする。
白猫さん短いひらりちゃん知らないわって。そっか確かに。でも全部入った時はちょっと短かったかな。これぐらい。完食しましたもう結構だいぶ前に完食してました。お猫さん夏はお団子ひらりちゃんに変身って。そう夏はね、なんか暑いからもう髪の毛まとめたいんですよごちそうさまでした。なお26分ありがとうございます。本当に今日昨日ね配信できなかったので変更して今日になってしまったんですが、来てくれた方ありがとうございました。本当に短い時間だったけどね。ではランキング、今日のランキングを名前呼んでいきます。13位の方から、13位タラヤンさん、12位ジュンさん、11位ハロータビーちゃんさん、10位熊本 JT さん、9位新吉さん、8位ティオリアさん、7位いつみちゃん、6位ケムケムさん、5位ゆうきさん、4位しまちんさん、3位ニコニコさん、2位あんやさん、1位シューマハさん、ありがとうございます。ありがとう。はい、では改めてお知らせさせていただきます。7月22日月曜日、ワンチャンスファーストライブ、ステイハングリーステイフーリッシュ、私たちの初のワンマンライブでございます。昼15時から夜19時からの、2公演あるんですが、チケットなんと完売いたしました。ありがとうございます。ですが、もっとたくさんの方に見ていただきたいということで、機材席開放いたしまして、一部チケットがご用意することになりました。はい、こちら先着順ですので、皆様お早めによろしくお願いします。ではでは、ちょっと早いけどありがとうございました。皆さんもね、風邪には気をつけてくださいではまた日曜日かな、配信は日曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。